今すぐ食べたい楽うまご飯です。教えてくださるのはフードコーディネーターの小橋ひろみ先生です。はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。さあ、今日教えていただくのはこちらです。はい、しっかり混ぜて焼くだけバナナバーです。楽しみにしておりました。ありがとうございます。よく売れた余り物のバナナでできる材料を混ぜていくだけの簡単しっとりバナナケーキをご紹介します。はい、このですねバナナの茶色い斑点なんですが、こちらはシュガースポットといってですね、糖度が増して甘くなっている状態なんですね。買ってからですね 3、4日追熟したものを今日は使っていきます。はい、オイルを生地に加えることでふわっとしっとりした焼き上がりになって、翌日翌々日としっとりして美味しくなる焼き菓子です。はい、それでは早速材料から見ていきましょう。はい、材料こちらです。材料は19センチ×19センチの角型1台分です。まずバナナはよく売れたもの、調味 220g、 中くらいのもの3本くらいです。そしてきび砂糖 110g、 卵 120g、 エル玉2個分です。そしてくるみが 60g、 薄力粉 120g、 ベーキングパウダー 3g、 そしてサラダ油 50g です。はい、では作っていきたいと思います。はい、お願いします。まずですね、卵ですね。卵は室温に戻していただいて、いただきます。はい、そしてですね、くるみをレンジで軽くいっていきたいんですが、このように耐熱皿にですね、クッキングペーパーを敷いていただいて、耐熱皿にくるみを広げていただきます。このままラップをかけずに600ワットのレンジで2分加熱をして、冷めたらですね、こういうビニール袋に入れていただいて、ちょっと綿棒でこう叩いていただいてですね、お好みの大きさにしてあげてください。レンジで煮ることもできるんですね。はい、そう、軽くですね、加熱していただくと水分が飛んですごく香りが良くなります。はい、そして薄力粉とベーキングパウダーは混ぜてふるっておきますね。そして次に焼き型ですけれども、はい、こちらにベーキングシートを敷いておくんですが、はい、敷き方の、ね、ポイントとして、はい、焼き型をですね、一回裏返していただいて、はい、ここからここまでの長さのシートをですね、こうカットしていただきますね。これを2枚重ねていただくと、このようにですね、バターを塗らなくてもすごくね、しっかり色紙が引けるんです。ちょうどいい、サイズ感もね、すごくいいんですよね。測らなくてもできるわけですね。なるほど、便利便利です。ですね、覚えてください。はい、そしてオーブンはですね、170度に予熱をしておいてください。はい、はい、そして次に生地を作っていきますね。ボウルに、バナナをですね、正味 220g 計量していただきます。はい、そしたらですね、こういう泡立て器を使って塊を、潰してあげてください。好みの大きさで大丈夫です。少し食感が残っている方が私好きなので、あ、いいかも。ちょっと少し粒を、ね、残しております。なんなら私この状態でもいいですか。もうこれでもいいですけどね。そうバナナバーになりますからね。はい、潰していただいたらですね、ここに材料をしっかり、加えて混ぜていくだけなので、まずきび糖からですね、混ぜていきます。お砂糖には脱水作用っていうのがあるので、すごくね、バナナから水分が出てくるんです。お砂糖を混ぜてあげるとですね、確かにちょっと水分多めな感じになりました ね。でしっかり混ざったら、次に卵ですね、120g 測ったものになります。材料もね、一気にドバッと加えていただいて、しっかり混ぜていくだけで大丈夫です。はい、これ一つに全部入れていけるからまた楽ですね。一つはボールでできてしまうので、はい、洗い物も少なくて、はい、本当に。でしっかり混ざったらですね、泡立て器外していただきます。はい、したら次にふるいをかけた粉類ですね。はい、こちらにもこれも一気に、はい、なんか2回か3回に分けてとかではなく、もう一気で大丈夫ですよ。はい、でちょっと混ぜ方だけですね、こう生地を下から持ち上げるような感じで、
こうあんまりこうゴムベラで練って混ぜない方が生地の仕上がりが良くなります。ついつい、はい、ね、こうよく混ざるようにと思って、うん、練ってしまいがちですよね。押し付けたりとかね、ペチャペチャしたり、ちょっと練った方が早く多分混ざると思うんですが、しっかりこっちの方がですね、しっかり、きれいに混ざってくれると思います。はい、仕上がりがこう変わってくるんですか。そうですね、変わってくると思います。でしっかり粉っぽさがなくなってきたらですね、最後に生地にこのサラダ油、サラダ油、はい、50g 入りましたけど、はい、ちょっと意外だったな。こういう意味ですよね、なんか焼くときに使うのかなと思ったらそうじゃないですね、うん、そうなんです、生地にもですね入れてしまいます。シフォンケーキとか作るときって、うん、生地にサラダ油を混ぜるんですが、その要領と同じ感じですね。サラダ油を混ぜることですごくふわっと仕上がります。はい、で油も混ざってきたらですね、最後にこのいったくるみですね。しかも細かくしたやつ、ね、はい、食べやすく細かくしたものを加えて、これもさっくりとですね、混ぜ方はずっと一緒で大丈夫です。でも全体が綺麗に混ざったら、ね、これで生地完成。はい、生地完成です。じゃあバナナも入った状態、はい、粉も入った状態、上も入って、うんうんうん、あとは焼くだけ。なんだ、ね、混ぜるだけでしたよね。混ぜるだけだった。で型に流していただいたら、はい、ちょっと慣らしていただいてですね、はい、空気抜きをいただいたら、はい、170度の、余熱が完了したオーブンの中に入れていただいて、はい、30分焼いてください。はい、はい、で粗熱が取れたらですね、型から外して、切り分けます。で乾燥しないように保存されてください。で焼き菓子は、焼き上げた翌々日の方がですね、こう生地が馴染んできてすごくしっとりしたケーキになりますので、ちょっとね時間をかけて作ってみてください。